国の史跡に指定されている勝山市白山平泉寺。西暦717年、奈良時代に太政大師によって開かれた白山信仰の霊場です。このすぐ近くに平泉寺ゆかりの滝があります。白山国立公園の中にある宝厳寺山の林道を上がっていくと、標高およそ830メートルの地点に現れる弁賀滝。水が壁に沿ってまっすぐに落ちる直瀑の滝で、落差はおよそ40メートルあります。前世紀の平泉寺を描いた白山天霊境内絵図、修行の道である禅浄道を記した絵図にも弁賀滝が描かれ、その昔平泉寺の僧たちが修行をしたと伝わります。ゴツゴツした岩壁から流れ落ちる水しぶき、国立公園の中にある弁賀滝は人の手が入っていないため、雄大な自然そのものが残っているのです。数万年前、氷河滝が噴火して溶岩が流れてきてできたんです。横に筋が入ってます。あれが盤上設備です。それに対して縦にこう筋が入ってます。これが柱状設備と言われています。力強いです。ちょっとあの男の滝みたいな感じ。火山活動によってできた迫力のある美しさ、大地の歴史を感じられる滝です。